大谷選手お疲れ様です。お疲れ様です。大谷選手最近右サイドバックで、試合出場を続けておりますが、サイドバックの方はやっててどうですか？最初の1試合目の熊本戦はちょっと不安なところもありましたけど、でも熊本戦で意外とやれるなってつかめて、で湘南戦はある程度自信を持ってやれたん で今は結構もうやれることがはっきりしてきたんで、あとはちょっと良くなかった部分も整理していったらもっと良くなっていくなって感じはあります。センターバックをやってた分、その分こう絞る動きだとか、はい、そういった動きは理解できているんじゃないかと思うけど、どうですか？そうです、ラインとかの部分はある意味センターバックよりも、もう隣がコウタ君だったんですけど、コウタ君に合わせるって感じでシンプルな感じで考えてたんで、そういうところはそんなに違和感ないし、あとちょっとたまにちょっと3バック気味になったりもしたんですけど、それもそれで新しいっていうか、そういう守り方もあるんで、自分らしく右サイドバックできてるんでいいと思います。最近はチーム全体の失点が減ってます。大谷選手自身はちょっと開幕直前に怪我をして悔しいスタートだったと思うんですけど、こうやって数字的な結果が出てるっていうのは嬉しいんじゃないかなと思うけど、どうですか？そうですね、守備の選手ですけど、でもアシストもプロでは初めてでしたし、点に絡むっていう喜びは初めて味わえたんですごい嬉しかったですし、本当にここからどれだけ出れるかが自分は大事だと思うんで、サイドバックであろうどこであろうと出ることが大事なんで、とりあえず次また出れるように頑張りたいです。そういう中で次は松本戦です。もう早速今日から練習がスタートしましたが、どのようなことを練習でやっていきたいってなりますか？今日はオフ明けということでフィジカルトレーニングだったんですけど、次3連戦が全然上位のチームなんですけど、やっぱり走るところとか切り替えとか球際っていうのは自分たちが負けたら話にならないんで、そういうのを今日の練習では意識してやってたと思うんで良かったと思います。松本戦といえば去年の最終戦途中出場して勝利に貢献してます。大谷選手自身松本の印象はどうですか？ハードワークして、反町監督らしいっていうか、すごい球際も強いし、あとは、なんていうんですかね、空中戦に強い選手も多いんで、そういうところでヘディングとか、あと1対1とかで絶対に負けないようにしたら絶対勝てる相手でもあると思います。一回勝った試合に出てるということは、そういう意味ではいいイメージで入れるんじゃないかと思うけど、どうでしょうか？そうですね、去年はもう20分くらいだったと思うんですけど、途中から出れて、いいイメージもありますし、右サイドバックだとしても、やるべきことは分かるんで、いいイメージもあるんで、しっかりやりたいと思います。最後にファン、サポーターの皆さんにメッセージをお願いします。これから連戦もまた始まりますけど、あとアウェーがちょっと多いんですけど、ぜひスタジアムに足を運んでいただいて、しっかり勝てるように頑張るので応援よろしくお願いします。